皆さんこんにちは。今日は昨日に続き6月30日の宇野塾通信をお送りしていますが、不動産、オフィスビルの賃料がどうなるかということで、昨日は楽観的な意見を言ってましたが、今日はやっぱりねという感じですね。下落するでしょうというのが、この記事の最終的な結論ですね。誰かが空き地の勘定を払わなければならない。利用率のわずかな下落でさえ賃借料に大きな影響を与えるだろうというタイトルですね。今日はその冒頭実態を少し解説しますね。長期的な稼働率の小さな下落でさえ賃借料に大きな影響を与える。 IMF が推測していて、商業施設の 5% の空き室率が上昇すると5年間にわたって評価額が 15% 下落する。評価機関のフィッチはアメリカの労働者が少なくとも週3日通勤しないと評価額は半分以上下落する。週2日しか事務所に出ないような形になると、事務所の使用率が6割下がるから、そうでしょうね。評価額は半分以上下落する。ムーディーズはアメリカのオフィスの5分の1が2022年までに空いてくると予測しているので、家主は市況が悪くなることを覚悟しなければならない。昨日と打って変わって、今日は否定的な意見ですね。不確定性が多くの企業の躊躇によってさらに複雑にしている。多くの企業はハイブリッド勤務を決めかねていて、ハイブリッド勤務っていうのは自宅勤務と会社に来るのとこうハイブリッドにするということですね。勤務を決めかねていて、けれどもそれが新たな基準になるかもしれない。掃除用に関しての抽象的な議論は、不動産の課題が一様にシェアされていないという事実を隠している。抽象的な議論を今までやってきたということですね。企業は本社を改装し、優秀な人材を集め、チームワークができるようにしようとしているので、市の中心部のシャレたオフィスは需要がまだあるだろう。不動産をもっと高級感を持った不動産にもっと高級にですね、もっと高級感を持たせ、健康的で環境に優しくすることは家主にひどく負担がかかることになると。けれどもオフィスは古くて換気の悪い区画が数に勝っていて、入居者やテナントを見つけるのに苦労している。それをアップグレードしたり変更するにはかなりの金がかかると。よく言えばオーナーは安くなった価格で貸したり売ったりすることになる。悪く言えば回収できない資産としての資本を持つことになる。安いオフィス賃借料は企業にとって助かる。しかし金融コストは待ってはくれない。銀行はアメリカだけで商業不動産に 2.4 兆ドル貸している。しかしその貸金は金融危機の時の目がくらむような高さから総資産有利子負債比率を下げてきた。市場は多分それらをダメにはしないが、要するに資産価値が下がってきたということですね。相当な打撃を与えることになるだろう。その代わりより多くの請求書が株主にもたらされ、不動産のね、特に年金ファンドや保険業者に対してであり、彼らは低金利時代の収益を求めて何年も不動産を買いすぎてきた。その損失が来ることを早く認めれば損害を食い止めることができるだろう。いわゆる年金ファンドや保険業者が不動産会社に投資してるから、不動産会社の株価が下がれば当然投資した株価も下がるので、そういう意味では損失が免れないだろうと言ってるんですね。でこの記者はやっぱり、不動産は下落するよなとい う冒頭で言ったような、アメリカのオフィスの5分の1があと1年半後に入ってくるということで、不動産価格が暴落するということを予測していますね。私もそう思います。日本も同様ですね。これ面白いもんで、直近まで来ないと株価ってあんまり動いてこないんでしょうね。余裕資金があればね、不動産企業の空売りをしておいた方がいいかもしれませんね。そういうことです。